おはようございます。3月16日の朝6時の相場解説になります。今日はね、冷やしだけで説明していきますね。えー、もう先週のことですけども、120円に向かって私は長期のポジションを取った。これはもうね、皆さんご存知のことだと思いますけども、まさにそのタイミングでこの高騰が起きてます。高騰というか円安がね、こちらをどうぞ。いかがですかブレイクした後、ね。 この赤い線で囲ったところがあるでしょ ?114-645 から115-785。この間でレンジを組んでる間は内側への売り替えで良かったんですけども、途端ブレイクしたらドバンと伸びたでしょで、私は120円目指してポジションを取りました。ぐんと伸びました、その瞬間。まるでね、私のエントリーを誰かが後ろから見ていたようにね。 私は儲けさせてしょうがないような、そんな相場の神様が乗り移ったんじゃないかなと。そしてそれを、ま、真似した方も利益をバスッと上げてですね、ポジション維持していれば、今118円の28 5で大きな利益に潤っていると思います。ただ、日本経済的にはこの円安は歓迎されません。でも日本経済動かせないんで、個人的に儲けておきましょう。個人的にね。まあ、今日の放送はそんな感じです。引き続き、 買いで取っていきますよ。買いでいってらっしゃい。